ラウリ、エリアス・マルカネンは、フィンランド・ウーシマー・ケン・バンター出身のプロバスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。ラウリ・マルカネンは、フィンランドのプロバスケットボール選手だったペッカ・マルカネン、リーッカ・マルカネン夫妻の子として、バンターで生まれた。そして小さい頃は、地域のチームホンスでプレーし、 2014年から2016年の間はヘルシンキバスケットボールアカデミーの男子チームで活躍した。アリゾナ大学 NBA 選手を目指すために渡米したマルカネンは2015年10月17日 NCWA ディビジョン1に属するアリゾナ大学の男子バスケットボールチームワイルドキャッツに加入することを口頭で合意し、同年11月11日に 書面で正式に契約を交わした。当時、ESPN.com は、マルカネンのことを、アメリカ国内ならば、トップ25位に入れる選手であり、何人かのコーチは、彼は大学には1年だけの在籍で、NBA ドラフト候補になれる逸材だと言っていると、報じている。背番号は、マイクビビー以来の10番をつけた。2017年1月10日、 SB ネーションは今まで見てきたカレッジバスケットボールの中で最も優れたシューティング7フッターだと評価した。同じ月、マルカネンはパック -12 カンファレンスの週間、最優秀選手とオスカー・ロバートソン週間、最優秀選手に同時に選出された。また、シーズンが開始する前からシーズンが終わるまでの間に、オスカー・ロバートソン賞やカール・マローン賞など、 様々な賞の受賞候補として名前を挙げられた。2017年1月12日、マルカネンはライバル校であるアリゾナ州立大学を相手に18本のシュート、品下数のうち12本を決めて30点を奪い、キャリアハイを記録した。それ以外にも13リバウンドを3度記録するなど、シーズンを通して優秀な選手であることを証明した。2017年3月6日、 マルカネンはオールアメリカンサードチームに選出された。また同時にパック -12 カンファレンス内のオールファーストチームとパック -12 カンファレンス内の大学1年生のファーストチームにも選出されている。上記のような活躍を残したことで ESPN.com が報じていた通りにマルカネンは1年のみ大学に在籍して2017年の NBA ドラフト候補となることを宣言した。2017年の NBA ドラフトにおいて、ミネソタティンバーウルブズから全体の内で指名された後、ドラフト会議当日に、ジミー・バトラーやザック・ラビーンなどが絡んだ大型トレードが成立し、交渉権がシカゴ・ブルズへ移動。7月5日に正式に、ブルズと契約した。ルーキーシーズンとなった2017から18。 シーズン開幕戦のトロントラプターズ戦でいきなり先発起用され17得点8リバウンドを記録し NBA デビューを飾った2018年1月10日に行われたニューヨークニックス戦でキャリアハイとなる33得点を記録試合はダブルオーバータイムの末ブルズが122から119で勝利した2018年1月28日に行われた ミルウォーキーバックス戦で17得点を記録。これで通算721得点となり反の、モットーラが保持していた715得点を更新し、フィンランド出身選手の最多得点記録となった。2020から21シーズンオフに制限付き FA となった。2021年8月28日に3チーム間のサイントレードで、クリーブランドキャバリアーズへ移籍し、 キャバリアーズと4年6700万ドルの契約を結んだ。2015年に u 1 8フィバヨーロッパ選手権にフィンランド代表として招集され、試合平均18.2点の好成績を残した。翌年2016年の U-20 のフィバヨーロッパ選手権にもフィンランド代表選手として招集され、決勝トーナメントで 試合平均24.9点を記録して得点王とオルトーナメントチームに輝いている。ありがとうございます。